ピンポン。ねえねえ、はい、うちのことどう思う？友達、私のことはどうですか？友達やな。私のことは友達やね。先生のことはボケナス。うちのことどう思う？友達、私のことは友達やな。私のことは友達やね。先生のことはノーカラスパゲティ。好きって言ってください。何の話や。絆あかりに大好きって言わせたい部。絆あかりに大好きって言わせたい部とは、明るい女の子の可愛らしい中にも優しさあふれる声で、ただただ好きって言ってほしい奴らの集まりである。あかりちゃんに好きと言わせるためなら、すべてを投げ捨ててでもミッションに当たる彼女たち。果たしてあかりちゃんからの好きを引き出すことができるのか。本日はそんなお話。ケース1。褒めつつ好きって伝えまくって好きを引き出す。あかりちゃん、なんや、あかりちゃんの他人から褒められそうなところってどこですか？それうちに聞く？アホか。うちなんか褒めるところだらけの完璧美少女やろな。あははは、確かに言われてみればいっぱいありますね。あははは。おいてめえ、ピンときてねえじゃねえかボケ。うん、じゃあやっぱり顔ふたですかね。まあそれも正解やな。うち美少女やし。でもな、外見じゃなくて内面のいいところあるやろな。ね、わかった。内臓脂肪がすごい。しばき倒すぞ。父など以来脂肪から離れろよ。わかった。この髪の毛が納豆のあれっぽいから内側に納豆が入ってるのがすごい。誰の髪の毛が納豆くせえんだ。あ、うん、あかりちゃんの髪の毛ストレスフレーバー。いや、この匂いは、くんかくんか。ええ匂いやろ。お昼は二郎全なしですか？違うわ。ケース2。距離を詰めるならまず物理的にボディタッチをして自分の好意を伝えて隙を引き出そう。お体に触りますよ。ふざけんな。なお、触る部位は父の身とする。通学みたいに条件つけんな。また、その時のあかりの気持ちを答えよ。国語みたいに人の気持ち考えんな。父はチンがしぼめ。それお前のお気持ちだろうが。ケース3。最終手段、好きって言ってと可愛くおねだりしちゃおう。ねえねえ、あかりちゃん。なんや、好きって言って。いや、うちには。いや、あれですね、ただお願いするだけじゃ聞き入れてもらいづらいですね。そういう時はもっと可愛くおねだりです。もちもちくねくねしながらお願いするとより可愛いですよ。あ、それ得意ですわ。へえ、そうなん。そりゃちょっと期待。任せてくださいよ。今すぐうちに謝れ。どうですかね。どうも何も妖怪の類なんよ。可愛いですかね。すっごい控えめに言って視界から消えてほしい。そして代わりにうちが視界に入んじゃねえよ。もうやめてください。なかなか難易度が高いですね。ふむ、こうなったら最終手段、あかり先輩。うん、どうしたんやついなちゃん。もし好きって言ってくれたら、なんとなんとなんと、お菓子をプレゼント。好き、大好き。